皆さん、こんにちは。モデルとして若い女性から絶大な人気を誇った益若翼さん。身につけた服やアイテムがあっという間に売れてしまう。その経済効果から100億円ギャルとも呼ばれたこともあります。そんな益若翼さんですが、芸能界から引退するのではないかとネット上で噂されているといいます。現在病気により休業中の益若さんですが、一体何があったのでしょうか。今回は益若翼さんの引退説について調査しました。最後までご視聴いただけますと嬉しいです。はじめに益若翼さんの生い立ちを見ていきましょう。1985年埼玉県生まれ。身長150センチメートル、体重およそ38キログラム。ファッション雑誌ポップティーンに私服スナップ写真が載り、瞬く間に人気モデルの一人となりました。ポップティーンの読者モデルとして2000年代に活躍していました。益若翼さんが身につけたファッションアイテムは飛ぶように売れ、この現象を翼売れとも呼ばれました。22歳の時にメンズエッグモデルであった梅田直樹さんと結婚。翌2008年4月には第一子となる男児が誕生しています。しかし2011年に離婚が成立しました。益若翼さんは2016年1月ロックバンド世界の終わりのボーカルである深瀬聡さんと交際していることを自身のツイッターで発表しました。益若さんとマナ息子、そして深瀬聡さんのスリーショット写真などもアップしています。出産をきっかけに彼女は美容やアパレルの商品を開発しつつ、芸能人としてテレビ出演の機会を増やします。そんな益若翼さんは2022年7月27日に自身の YouTube チャンネルを更新し休業を宣言。仙骨骨折から約2週間経った頃に撮影した動画を公開しています。益若さんは5月30日のインスタグラム投稿で、滞在先の米ロサンゼルスで仙骨を骨折し寝たきり状態になったことを報告。その後7月12日には帰国を伝えていました。益若さんは動画でまず帰国予定日に階段を踏み外して仙骨を骨折した時の様子を説明。アメリカでは救急車が高額で呼び方もわからなかったため約1時間その場で横になっていたとして、本人曰くちょっと死体みたいになってる当時の写真を紹介しました。動画コメント欄に書き込んだ自身のコメントによると、打ちどころが悪ければ命の危機や下半身不随になる可能性もあったそうで、医師からはある意味歩けてラッキーだね、とにかく命があってよかったと言われたそうです。その後飛行機に乗れないためアメリカ滞在を続け、知人家族の家で介護を受ける様子や車椅子ごとワゴン車に乗っての移動の様子などを紹介。動画撮影時点では立って少し歩くことはできるものの、お尻の穴に針を入れられるような感じ、出産くらい痛いと表現するほどの痛みで座れず、痛み止めがないと眠れないとのこと。テロップでは動画投稿時の現在はこれより少し元気になっているとしながら、相変わらず寝たきりの生活は続いているとしています。益若さんは仕事がストップしていることについて謝罪した上で、早く治って復帰したいです、またお仕事戻ったら呼んでくださいとし、今後は車椅子で仕事に行く可能性もあるとコメント。ファンへの皆さん本当に階段気をつけてください、しばらくは休業してますけど私のことを忘れないでくださいというメッセージも印象的でした。その後8月20日に自身のインスタグラムで抑うつ状態になっていることを告白しました。実は少し前からめまいが寝ても起きてても続いてて、記憶が飛び飛びのことがちょこちょこあってさすがに心配で脳の病院も行ってきましたと明かし、特に危ないことはなかったのですが、体調不良の原因は頭の中の石がずれてたのと抑うつというものらしいですと公表しました。益若さんは骨折治療と並行してメンタルケアの重要性を説いた上で、仕事いつから再開できるのかと治らない焦り、やりたくても脳みそが働かないプレッシャーから憂鬱な日々が続いてたので、
知らぬ間に心がやられてしまいました、あははと分析。ファンに対して楽しいことを考えて楽しいことだけしてくださいってお医者さんには言われた。骨が治ることばかり考えてて自分のメンタルないがしろにしてたわ。ちゃんと休むし甘やかそうと思ったよ。みんなも自分のメンタル無視してない、大丈夫と呼びかけました。そんな益若さんが2023年1月16日に自身のインスタグラムを更新、重度の帯状疱疹にかかっていることを明かし、失明する可能性にまで言及。ファンを心配させていました。帯状疱疹は過労やストレスなどで免疫力が低下すると、体内の神経節に潜伏している水疱瘡のウイルスが再び活性化して発症、主に50歳代から発症率が高くなるといいます。帯状疱疹はね、目の近くだったからちゃんと治さないと失明する可能性あるんだって。そんな怖い病気だったの？気づいたらすぐ治さないと後遺症がひどいらしい。私は早めに皮膚科と眼科に行ったから今回大丈夫そうです。多分皆さん顔面とか体がピリッときたら早めに皮膚科へ。昨年のクリスマス以降、帯状疱疹の影響でメイクができないとも明かした益若さんですが、骨折によるメンタルの不調は改善されたことを報告。骨折に輪をかけてかなり辛いです、なぜか一人だとふと涙出てきますとも明かしており、精神的に不安定な状況が続いていることも伺わせました。ネット上には長期休養を勧める声も。抑うつに帯状疱疹ってかなり弱ってる証拠、しばらく休んだ方がいいと思う、なんか災難続きだね、無理しないでゆっくり休んだ方がいいと思う。益若翼も帯状疱疹が発症するような年になったのか、いろいろやばそうだな。翼ちゃんかなりストレス抱えてそう。もしかしたらこのまま芸能界を引退しちゃうかも。懸命なリハビリを経て休業していた芸能活動も再開させる予定だったようですが、アラフォーになり一時のような爆発的な人気にも陰りが見えているのも確か。無理に芸能活動を再開させるより、このままインフルエンサーとして地道に活動した方が精神的にも楽なのかもしれません。いかがでしたでしょうか。今回は益若翼さんの引退説について調査しました。芸能界に復帰できる日が一日でも早く来ることを願っています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。